まっちゃった、止まっちゃいました。クラウドファンディングをご支援いただきました。172名の皆さんありがとうございます。無事ルーブルの方に着きました。これから約、2週間の滞在を経まして、エッフェル塔でのライブペイント、ルーブルでの展示などをさせていただきます。本当にありがとうございました。もう感動でいっぱいです。引き続き芸術活動の方頑張っていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり日本夕日が消え吹いて空に届くかな。Japon. Japon. Ah, d'accord. やったど。クラウドファンディングで応援してくださった皆様ありがとうございました。私松岡は無事、フランスに来ることができました。そして今最初のライブペインティングを今あちこさんとのセッションで終わったところなんですけれども、もう言葉にできないぐらいの気持ちでいっぱいで、あ、こういう絵を描かせてもらうために芸術活動っていうのをしてるんだなっていうのを改めて感じた時間でもありました。本当に応援してくださった172人の皆様ありがとうございます。皆さんのおかげでできてるんだなっていうことを改めて感じましたので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ではこれからも頑張ります。La grande couronne de France à l'intérieur est sculptée sur le pavé. Ça veut dire que c'est le roi du cours. Ce n'est pas celui qui est sur la dernière marche. La dernière marche, elle est derrière les vitraux que vous voyez tout là-haut. Donc je vous disais, au-dessus de vous, il y a encore 15 mètres. Et celui qui est vraiment en contact de Dieu, c'est le roi de France. C'est lui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Thank you. No problem. Thank you. This is my shop. Ah, really? This is so nice. The big market. In France. Thank you. Thank you.
終わりました。はい、はい、じゃあ、はい、ライブペイントが終わりました。なんだっけ、三塁橋でのライブペイントです。みなみちゃんどうでしたか？めちゃくちゃ暑かったです。めちゃくちゃ元気楽しかったです。楽しかった。楽しかった。かわいいね。みなみちゃんかわいい。なんかどうでしたか、チコさんは？いや、刺激的だよね。なんか楽しいね。だからちょっと一人では絶対できないかったことだなと思って。あ、そうだね、うん、楽しい。こんなことがやっぱできるんだなと思って、うんうん、私もこう初めての経験、やっぱあとライブパフォーマンスだと人から海外のお金をもらう経験って過去のがなかったから、そういう意味だとすごい貴重な15ユーロ。いや、貴重だからもう使えないよね。貴重な15ユーロですよ、本当に、うん、でも最初ちょっと結構怖くてうまく書けるかなとか思ってたんですけど、まずいいや、やっちゃえ、思ってたの。思ってる。私常にみんなを満足させられるかどうかと思っちゃうけど、なんかそういう意味でちょっといろいろはっちゃけたりとか反省もありましたけど、ちょっと引き続き頑張っていきたいと思います。じゃあ明日のアイペイントも楽しみにしてください。はい。これからエッフェル塔でやりますけど、はい、どうですか、意気込みは？意気込みはなんかあの今日ちょっと話したんですけど、あれだよ、こんなにたくさんの作品群をこの短いスパンで書いたことないのね、私。しかもライブペイントもすごいいっぱい書いてるから、ちょっと若干もうなんか目が逆に冴えてると言いますか、バーってなんかね、どういう感じになるのかっていうのがかなり未知数の感じの時です。でかいし、楽しみましょう。楽しみましょう。あ、おかえりなさい。あ、大丈夫です、ありがとうございます。こんな回されてるんだけど怖。ございます。はい、今日は昨日のエッフェル塔のライブペイントで、描いた絵を回収しに来ました。無事にあるのか、無事にあるのか。いや、じゃあカメラも混ぜてもらって、水もあるじゃないですか。ドーン、ドーン、すごいね。新座ちゃんとあるね。よかった。今度もこれでいいじゃん。じゃあ結構確かに運んでおります。テイク3です。一人目のおばさんにはすごい不機嫌な顔で僕は首を切り落とされそうになります。強制的に。二人目のおっちゃんは椅子が倒れないっていう。でもあれはね、この絵を見せてないから本当だったんだろうなとは思うけど、うん、3度目ちょっと汚しながら怒られながらベンツに
くっつけながら帰ります。ついにエッフェル塔のキャンバスを手に入れました。メッシーこれこれからメッシー黒で塗るから、黒にするから。サーブあるわ、ちょっと待って。はーい、やばっ、いて、ちょっとノジの前に私も袖を通そうかな。あとでもうちょっと乾いたら脱ぐ。行く、そうだね、潰れちゃう。これちゃんと持ってかないと色が潰れちゃう。38、はい、こんな感じかな。これがギア、あ、サーリー、これからビルアケン橋に行きますが、バーンに断られてクソ雨の中、はい、ギアで運びます。腕となんか肋骨が痛い、痛いで行きます。さあ、すごい大丈夫。はい、終わりまして、今ね、絵を運んでる状態ですよね。え、ライブペイント終わったのさ、絵をやっと運んでですね、バンが用意できたので今運んでいます。いろいろありましたけど、すごい最高の、運営のみんなも最高の絵が描けたよねとか、最高のライブ配信になったよねっていうのを言ってくれてたと思うんですけど、本当にいい、なんだろうね、すごいすごい作品になったと私は思うよ、音楽も全部含めて。こういうことをやりにフランスに来たんだなっていうのが、毎日毎日更新されていくのがすごい幸せなことだなっていうふうに思います。はい、また全のアナウンスと同時にお手元のパンフレットもご覧ください。はい、じゃあライブペイントが終わって、このエッフェル塔でみんなでミラークルーズをしています。そしてアップで、바톤슈런수세계의원신역사와파리를통해함께하게됩니다오디오설명을들으시면서파리의중요자산이되고있는유적들을감상해보시기바랍니다오디오로설명하는유적들은맨편에위치가표시되어있으며여러분께서받으신파노라믹지도에표시되어있습니다여러분의선상산책은통과하는다리로이전공화력선으로두분은크리스천브레이스타일스포츠로style charm of the town.